グーテンタークヒピンコー、どうもコーです。本日は案件でございます。ありがとうございます。今回の案件なんですけど、日本米の紹介になります。以前から何回か日本食の紹介をさせていただいた太陽食品さんとのタイアップとなります。今回紹介するお米なんですけど、早速紹介しますと、このホマレでございます。北海道のお米だそうで、日本からドイツに輸入している日本の国産米になります。こちらがですね、期間限定になっちゃうんですけども、オンラインサイトで割引になります。値段がかなりガクッと下がるので、ぜひ皆さんに買ってほしいということで、今回僕はプロモーションさせていただいております。今日の動画ではこのホマレを使って朝ごはんを食べる動画を撮っていくので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ではどうぞ。それではお米オープン。おー、つやつや、米が立ってますね。おいしそう。おお、しょうくもきっとつやつや。ああ、きれい。めちゃめちゃおいしそうですね。ではよそっていきます。本日はこのいただいた、あ、ごめんなさい、いただいたきゅうりの漬物も一緒に食べようと思います。ということで、本日の朝ごはんはお味噌汁、ご飯、納豆、そしてさっき紹介したきゅうりの漬物になります。おいしそう。それでは実食していきましょう。いただきます。まずはご飯単体で食べてみますね。いただきます。あー、おいしい。やっぱ甘みがありますね。おいしい。あー、おいしい。こっちで売ってる別の国の米と比べると、やっぱサイズがちょっとちっちゃいんで、なんか、なんだろうな、もちもち感というよりは、なんかこうしっかりと粒が立ってる感じで、一粒一粒がおいしいです。じゃあ先ほど紹介したきゅうりの漬物と一緒にいただきます。うわ、うん、間違いないですね。めちゃ美味しい。うん、やっぱ日本米って本当に和のものと合いますね。美味しいよ。ここにお味噌汁です。あー、美味しい。もう最高の朝ですね、これは。そして先ほどちょっと紹介し損ねたんですけど、納豆です。これうちの奥さんが作ってくれました。納豆あるかないかでね、本当に朝の気分変わりますよね。まあ、嫌いな人も多いと思うんですけど、本当に海外来て納豆なんて入手するの難しいので、本当にこれ大好きな人からすると、海外で納豆食べれるのはもう幸せの極みですね。いただきます。あー、合う。おいしい。お米と本当に納豆の組み合わせはもういい。最高ですね。美味しい。うん、ほんとこのホマレすごくおすすめです。めちゃくちゃ美味しい。うん、やっぱりいろんなお米を試してほしいんですよ、海外に住んでる方。なんだろうな、値段とその旨味ってやっぱ比例すると思うんですけど、それだけの価値があると言いますか。しかもね、今回冒頭でもお話しした通り、安くなるので、今ちょっと買ってうまいと思ったら、引き続きホマレを買ってみたいなところだと思うので、ぜひぜひね、お試しで今回安くなったら買ってみてください。安くなる期間に関しては、動画の概要欄の方に載せてあります。またどうやって購入したらいいのっていうところも概要欄に貼ってますので、この動画を見てね、朝ごはん食べて、あ、こんな朝ごはん迎えたいなとか、うちではもっとこんな朝ごはんをこのホマレでやるのにって思った方は、ぜひね、動画の概要欄からお米を買って、ご自宅でお試しください。本日はホマレの紹介動画でした。この動画良かった方は高評価、
チャンネル登録と、またあの誉れに関してね、いろんな方に知ってほしいので拡散等よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら、いただきます。